オレグ・アレクセビッチ・パシニンは、ロシア出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ロシア出身だがウズベキスタン市民権も持つため、代表では、ウズベキスタン代表としてプレーした。対人能力の強いストッパータイプの CB で、足元にも定評があった。田んぼ不襲ソスノフカ地区の村で生まれる。最終学歴は、モスクワ地方教育大学体育学部大学院、卒業。 FC ロコモティフモスクワのアカデミー出身。1992年18歳からトップチームであるロコモティフモスクワと契約する。まずフォワードとして起用され、次にミッドフィールダー。最後にセンターバックに固定された。ただユーリセミン監督はこの時点ではパシニンを評価していなかった。2001年初頭にウズベキスタン市民権を取得し、 ウズベキスタン代表デビューしている。2001年8月、ロシア人のバレリー・ニポムニシ監督率いる J リーグサンフレッチェ広島に期限付き遺跡で加入する。日本での登録名はオレング。トニー・ポポビッチ対談により計算できる CB のいなくなったため、上村健一と共に主力として活躍、セカンドステージ3位になる原動力となった。同監督の退任や新監督、 ガジガジエフが構想外にしたこと、また、ロコモティフから復帰要望があり、2001年シーズン終了後、ロコモティフに復帰した。その後は、セミン監督により、主力として定着し、ロシアプレミアリーグ2度優勝に貢献、UEFA チャンピオンズリーグにも出場した。2007年末に引退。引退後は2009年からロコモティフの2軍である、ロコモティフ -2 の アシスタントコーチ、同年7月からセミン監督の下、ロコモティフのコンディショニングコーチに就任した。2011年セミン対談に伴い再びロコモティフ -2 のアシスタントコーチに就任した。2013年、ロコモティフを離れ、ユーリークラスのジャン率いる FC テレクグロズヌイでアシスタントコーチに就任したものの、クラスのジャンが成績不振により解任されている。 2014年、ロシアナショナルフットボールリーグの FC ヒミクジェルジンスク、監督に就任するも、個人的な理由によりシーズン開始前に退任する。同年9月ロコモティフのユースチームのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。